Hi everyone, this is our schedule for today, so let's get started! それではまずは前回の復習から英語で言ってみよう。車椅子バスケットはお好きですか？Do you like wheelchair basketball by any chance? やり投げはお好きですか? Do you like javelin throw by any chance? 新体操はお好きですか? Do you like rhythmic gymnastics by any chance? All right, good job!Let's move on to next! Do you know this song? Hanamitsu-kun no Rabureta, Rabureta, Rabureta Hanamitsu-kun no Rabureta, Yaburareta This parody song is about Hanamitsu's rejection. You know, he was rejected by 50 girls when he was in junior high school. 今回のテーマはスラムダンクの第2巻で紹介された Hanamitsu の振られ歌になります。メリーさんの羊の替え歌になるんですけども、今日はそれを英語に訳していこうと思います。それでは早速なんですけども、まず花道くんのラブレターっていうところを、英語にすると花道ズラブレターになります。人物アポストロフィー S 何々で何々の何々っていう風になります。春子さんのラブレターだった場合は春子ズラブレターになります。次見てみたいのが、破るっていう単語になるんですけども、破るは英語で T-E-A-R の tear になります。同じ綴りで tear と読んで涙っていう意味もあるので注意してください。はい、今日は tear to bits の形で覚えたいと思います。 tear to bits、 これはビリビリに破くっていう意味です。で、ビッツっていうのが、なんか分かりますかね、ちっちゃいチョコレート、ビッツっていうチョコレートあるの分かります？あれをちょっと思い浮かべてほしいんですけど、ビッツって少しとかほんの少しのかけらとかっていう意味があるので、 tear to bits でもビリビリに細かく引き裂かれるっていうような意味です。はい、じゃあ文を作っていくと、花道 's love letter tear to bits、 なんとなく文章っぽいんですが、花道のラブレターが破られたっていう風になるので、そうです、受動態を使いましょう。花道's love letter、 次来るのが、破られたっていう過去形になるので was を入れましょう。花道's love letter was tear ではなくて、過去分詞の torn を使って torn to bits。 花道's love letter was torn to bits. Repeat after me.Hanamichi's love letter was torn to bits. Hanamichi's love letter was torn to bits. Alright, good job! そしたら、今度はちょっと応用編で、りょんりょんのラブレターは捨てられた。この文章をちょっと考えてみましょう。まず、りょんりょんの、りょんりょんって誰って私ね。私だよ。りょんりょんのラブレターなので、りょんりょんずラブレター。捨てるは英語で throw away。捨てられたなので、was thrown away。はい。りょんりょんずラブレター was thrown away。Repeat after me。りょんりょんずラブレター was thrown away。りょんりょんずラブレター was thrown away。そしたら次はリズムに乗って、リピートしてください。花道 is love letter was torn to bits。 りょんりょんバージョンいきましょう。りょんりょん is love letter was thrown away。 Good job! じゃあ最後に一緒に、頭から歌ってみましょう。 3、2、1、GO! 花道 is love letter、 love letter、というわけで本日のレッスンは、花道くんのラブレター破られた。
Hanamitsu's love letter was torn to bits でした。いや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 、こんな英語マジいつ使うのか全然わかんないって思うじゃないですか。使いましょう。例えばラブレター書いたことある Have you ever written a love letter before? って聞いて、で、なんか言ってもらった時に、じゃあ自分はって多分聞いてくれ。How are you? って多分聞いてくれ。多分聞いてくれ。Yes, yes だったら聞いてくれ。聞かれるから、On my first love letter was torn to bits。もう人生で最初のラブレターは、ちょっと破れちゃったんだよ。Just kidding! なんてねっていう感じで、まあ、話をしてみると、ちょっと小笑いぐらいは起きるんじゃないかなって思います。恋愛トークと下ネタをマジで世界に飛ばす。 Alright, so that's all for today. Thank you for joining and good luck on your homework. And see you next lesson. Bye! それでは宿題に関する説明をします。スラムダンクに関するリスニング問題です。全部で3問あります。問題は2回繰り返します。聞き取れない場合は安西先生を思い浮かべましょう。諦めたらそこで試合終了ですよ。再生スピードを調整して何を聞かれているのか分かるまで繰り返しましょう。分からない単語がある場合、カタカナでもいいのでそれを書き取り、今度は安西先生ではなく Google 先生に聞いてみましょう。回答はコメント欄に書いてあります。それでは始めます。 Question number one. Who's wearing glasses in 小北? Who's wearing glasses in 小北? Question number two.Who went to same junior high school as Rukawa? Who went to same junior high school as Rukawa? Question number three. What's Anzai Sensei's nickname now or how he is called now? What's Anzai Sensei's nickname now or how he is called now?